まもなく発車いたします。では、お座りご注意ください。西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は日生在来寺岡山方面普通列車備中高重です。電話水川総合日生の順に終点備中高重まで各駅に停車いたします。列車を3秒つないで運転をしております。お手洗いは進行方向を向かって一番前の車両にございます。車掌は中山です。途中の岡山駅までご案内をいたします。次は天は電話です。降り口は右側です。右側です。車内温度保持のためドアを手動扱いとしております。お降りのお客様はドア横のボタンを押してお降りください。
なく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。ビゼック側です。降り口は右側です。ドアのボタンを押して降りください。失礼いたします。閉まるドアにご注意ください。右側です。
まもなく相互、相互です。降り口は右側です。ドアへこのボタンを押してお降りください。ください。
せいたしました。まもなく発車いたします。閉まりますとご注意ください。
右です。降り口は左側です。ドア役のボタンを押して降りください。左側です。左側です。ドア役のボタンを押して降りください。ください。
西風組です。乗り口は右側です。降り口は右側です。ドライブのボタンを押してお降りください。ください。
まもなく発車いたします。閉まる通りご注意ください。右側です。降り口は右側です。ストレートのボタンを押して降りください。まもなく発車いたします。閉まる通りご注意ください。
正船です。堀口は左側です。お尋ねです。降り口は左側です。ドライブのボタンを押してお降りください。10時の発車まで停車いたします。発車まであと9分程度お待ちください。
ス列車、阿部中高橋行き、まもなく発車いたします。閉まる通りご注意ください。奥です。降り口は左側です。ドアへこのボタンを押してお降りください。列車とホームの間に隙間がございます。お足元にご注意ください。発車いたします。閉まる通りご注意ください。
次は大谷です。降り口は左側です。しばらくお待ちください。最大寺です。お入口は左側です。
区西大寺です。降り口は左側です。ご予約のボタンを押してお降りください。失礼いたしました。岡山名古屋列車ナビ中高橋駅、まもなくの発車となります。閉まります。はい、ご注意ください。次は大田原です。降り口は左側です。
カオレスオーダーは、オーダルです。降り口は左側です。ドアへこのボタンを押して降りください。列車とホームの間に隙間がございます。お足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。東岡山です。降り口は左側、一番乗り場に行きます。乗り換えのご案内をいたします。山陽本線普通列車、瀬戸分け方面、相生行き、10時23分、4番乗り場から発車いたします。東岡山は東岡山です。降り口は左側、一番乗り場に着きます。山陽本線、瀬戸分け方面、普通列車、相生行き、ご利用のお客様はお乗り換えです。東岡山駅からはドアが自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。
空列車備中高橋行き、まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。左右に揺れますので、お足元にご注意ください。次は高島です。降り口は左側です。高島です。降り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。
終は西川原終日です。堀内は左側です。西川原終日です。堀口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。閉まるドアにご注意ください。岡山です。堀口は右側、一番乗り場に着きます。新幹線ご利用のお客様は2階新幹線乗り換え口までお越しください。第4線普通列車の倉敷福山方面糸崎行き1番乗り場、瀬戸内線特急潮風7号松山行き8番乗り場、普通列車小島行き7番乗り場、快速マリンライナー23号高松行き8番乗り場、特急南風7号渦潮13号高知徳島行き6番乗り場、特急潮風9号松山行き8番乗り場、宇野湊線ご利用のお客様は8番乗り場から発車いたします。快速マリンライナー23号にご乗車いただき、途中の茶屋町駅からお乗り換えの列車がございます。羽咋線特急八雲9号出雲市行き2番乗り場、津山線快速津山行き9番乗り場、桃太郎線普通列車神奈川いたしました、桃太郎線普通列車備中高松方面総社駅10番乗り場から発車いたします。この列車は倉敷総社方面普通列車の備中高橋行きです。岡山では10時40分に発車をいたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく岡山です。降り口は右側1番乗り場に着きます。
岡山では車内温度保持のためドアを手動扱いといたします。岡山行きお降りのお客様はドア横のボタンを押してお降りください。倉敷総社方面ご利用のお客様は引き続きこの列車にてお待ち合わせください。まもなく岡山です。降り口は右側です。ドア横のボタンを押してお降りください。ドア横のボタンを押してお降りください。